マイルズ M39 バイトマイルズリベルラは、イギリスのマイルズが試作した、串型翼を持つ航空機である。名前のリベルラは、トンボの意味である。小型、単発の戦闘機サイズの M35 とより大型の M39 が計画されたが、M35 の原型機と M39 の縮小モデルが試作され、試験されただけで終わった。両者の設定とも、 機体の後部の主翼に加えて、より小さい翼が、機体の先端にく型配置で取り付けられた。戦尾翼機に似た配置であるが、前翼はより大きな揚力を得ようとしている。前翼と主翼の高さは、M35 が、前、翼を高くし、後、翼を低翼配置としたのに対し、M39 バイトは反対の構成とされた。M35 は、プロペラを、 推進式に配置した単発機で1941年にデズされた。パイロット席は前翼の前に置かれ、良好な視界が得られた。飛行テスト機の製作は、マイルス車の特徴である素早いペースで行われ6週間で飛行した。いくつかの問題はありながら、M35 ックス型形式に利点のあることを示したので、より大型、双発の M39 が設計された。 8サイズの縮小サイズの M39 バイトが製作され、1943年の半ばに飛行した。マイルスは、車内試験を続けた後、ファーン・ポローのロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメントに引き渡された。2回事故で破損し、それぞれ修理されたが、計画中止と共に廃棄された。ありがとうございます。